安全か確認するよ。おい、アビ。これ、パイプ爆弾作れるんじゃねえか。わかった。外にいた方がよかったんじゃないの。平気。楽勝だって。ここ隠れ場所だらけだね。もういない。平気そう。酔っ払ってアニメ見るよりよっぽど楽しいな。え？なんでもない。ねえ、上見て。あの光見える？出口かもな。登って確かめてくるよ。よし、行くよ。無事？ああ、弾が切れそうだけどな。そんじゃそろそろずらかる？さあせ。さっさとずらかろう。脱出するよ。ねえ、出口あった。手伝って。はいよ。レディーファースト。このお腹じゃギリギリ。先行けよ。レディーファーストでしょ。お前最高。よし。アビーのお父さんの温室みたい。どこが？
植物生きてるよ。まあね。お前らよかったな。絆が深まったんじゃねえか。マニ、黙ってな。息ぴったり。基地は目の前。スカーもいねえな。油断大敵。うん、先に進もう。なんだかな、昔はここでスカーに襲われることなんてなかったのにね。休戦時代が恋しい。気楽だったよね。気楽すぎて油断しまくって大勢吊るされちまっただろ。あれは子供たちを撃ち殺された仕返しでしょ。そうだけどよ、そのガキが襲ってきたんだ。しょうがねえだろ。だからって銃弾を浴びせなくても。そうしなきゃ仲間救えねえし。子供なのよ、罪はないでしょ。こっちのせいでもない。因果応報だよ。そう。演技でもねえけど、ここやけに静かじゃねえか。しっかり見張ってて。ドアが開かない。他の入り口探そう。こっち。マーニー、上見てきて。はいよ。ケーブルが引っかかってる。ほらよ、登れ。メル、アリスと待ってて。ドア開けられるかも。入れるか見てくる。オッケー、気をつけて。どう？スカーはいねえな。ギブアップしたとか？落ちたら死ぬぞ。ああ、だろうね。これでよし。よし、メル、入ったよ。ドア開けて。よし、いいよ、急いで。よし。開けとくから。
行って。ハサムも探して。ごめんメル。大丈夫かな。うん、クランク壊れた。どうすんだ。アビー見て、ハチだ。マニー、そこで待ってて、屋上への道探すね。わかった。ねえ、一緒に来てよかった。あ、後でマニーにお礼しなきゃね。一緒に来てよかったよ。後で襲われたって知るのは嫌。ねえ、なんで私を避けるの？避けてないよ。ジャクソンの後一言も口聞いてないでしょ。私もあの日のことで動揺してたんだと思う。いくらなんでもむごいって。あれでも足りないくらい。でも加担したくなかったの。だよね、普通の神経じゃ無理。そうじゃなくて、あのハッチに向かおう。そうだね。メル、ここ登ってあの部屋見てきて。よし、それじゃ行くよ。オッケー。どう？何してんの？脱出しようとしてるの。頼むからゆっくりね。妊娠してると重心がね、低くなるんだ。ならいいんだけど。やった。さあどうぞ。ありがとう。オッケー、ハッチに近づいた。それじゃっと。あいつまだ船直してんの？うん、いつも言ってる、もうすぐできるって。もうすぐできる？誰でも趣味はあるしね。私は犬のおもちゃとか。それ、私はくだらないコイン集め。ハッチまで行ける足場がある。でもどうやってあそこに行こう。よし、行けそうね。さすが、頭いい。どうだろう。かなり高い。めまいひどいの？下を見ると特にね。
いたいた。マニー、すぐ行く。オッケー。見て、愛しい基地がすぐそこに。車庫突っ切って行けるかも。とりあえず屋根降りない。だね。